今回はどこの家庭にもある調味料で作れる麻婆豆腐の作り方を紹介します。主に醤油と豆板醤の味付けですが、とても美味しいです。本格的に麻婆豆腐を作ろうとすると、豆板醤を2種類使ったり、甜麺醤などの調味料や油も何種類も使うので、用意するだけでも大変ですし、作るのも難しく感じます。でも今回はそのようなものは一切入れずに、美味しい麻婆豆腐の作り方を紹介します。それでは作っていきましょう。まずは豆腐1丁を 1.5 センチ角に切り分けます。やかんでお湯を沸かしておきます。このお湯は豆腐を温めるものとスープの代用の2種類で使います。材料の用意をします。豚ひき肉 80g、 豆腐1丁、生姜 5g、ニンニク 5g、 ネギ 10g、 青ネギ 5g を用意しておきます。ボウルに入れた豆腐にお湯と塩を入れ温めておきます。この作業をすることで豆腐が芯まで温まり、調理時間も短縮でき、余分な水分が出るのを抑えることができます。それでは麻婆豆腐を作っていきます。中華鍋に大さじ1くらいの油を入れ、ひき肉を炒めます。ひき肉がしっかり炒め、色が白くなってきたら、さらに大さじ1の油を足していき、肉がカリカリに揚がったような状態にしていきます。ひき肉をしっかり炒めることで、肉から出た油が透明になり、臭みが取れ、旨味が出てきます。そこにさらに油を足し、肉をカリカリにすることで、サクッとした歯ごたえになります。こんな感じで肉をカリカリにします。ひき肉がカリカリになったら、豆板醤を 15g 鍋の端に入れ、炒め油となじませます。薬味を炒める生姜 5g、 ニンニク 5g と長ネギを用意した 10g の半分を鍋に入れ炒める。薬味をしっかり炒めたら、紹興酒 10g を入れます。なければ日本酒でも OK です。醤油を 25g 鍋肌から入れ、よく炒め香りを出す。焦げつくギリギリまで炒めるのがポイントです。ここで焦げると苦味が出るので気をつけましょう。このくらいの色になるまで炒めます。次に沸かしたお湯を 200cc を入れます。ここで熱湯を入れることで、油分がお湯に溶け込み、味がまとまりやすくなります。今回はスープを使わないので、ここは重要です。水切りした豆腐を入れます。
砂糖小さじ半分に味の素を少量入れます。残りのネギを入れます。ここから弱火で 2,3 分くらい煮込みます。豆腐がふっくらしてきて舌触りも良くなり味も染みていきます。水溶き片栗粉でとろみをつけます。今回は鍋を回しながら入れる方法を紹介します。お玉に水溶きを少し入れ、鍋を回し高いところから落としていきます。2,3 回に分けて入れていくのがいいでしょう。この方法を使うことで豆腐を混ぜて崩すことがありません。難しい方は一旦火を止めて水溶きを入れ軽く混ぜていくのがいいでしょう。最後に香り付けのごま油を入れていきます。ここから強火で焼き付けていきます。この作業をすることで油の膜で包まれ味と香りに深みが増します。このくらいの焦げつく感じにします。盛り付けに入ります。豆腐を崩さないように滑らせお玉に入れ皿に流し入れます。最後に青ネギを振りかけて完成です。辛いのが好きな方はラー油と山椒をかけてもいいでしょう。今回紹介した麻婆豆腐は家庭でも作りやすいと思います。味付けもシンプルで油も少なめなので誰もが食べやすく美味しい料理です。ポイントは肉をカリカリにすること、醤油を炒めること、熱湯を使うことです。このポイントをしっかりやれば美味しい麻婆豆腐ができるのは間違いないでしょう。本格的な作り方はまた機会がありましたら紹介したいと思います。このチャンネルではこれから中華料理を始める方やご家庭で中華鍋を使って料理を作りたい方や料理のできる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回よろしくお願いいたします。